我々が思う本質的な豊かさによる社会貢献で、自分の家族であったり友達であったりを喜ばせてあげたいという延長線上でこう一緒にやっていただいているパートナーであったり入居者様であったり、まあ、彼らが本当にプレジョーさんの物件に住んでいい生活を送れた、そういう形で一緒に喜んでくれればいいなというのがもう大前提なんですね。プレジオベーシスグループはいわゆる賃貸マンションの製造メーカーとして、土地の取得からあとは企画設計、あと建築リーシング、さらに出口の売却など、ワンストップで我々が全て自前で行える会社です。こういったマンションもありますよ、こういう場所にこういった間取りもありますよっていうのを提案して、あ、ここなら私住みたいと言われた時がやっぱり一番嬉しい時ですね。まあ、入居して友達が来ると、お前の家やっぱすごいなと、こんなエントランスあるのかというお客さんの声も聞きますし、そういったのはやっぱりプレジオの特徴だと僕は思っております。まあ、新築で9棟のマンションがあるんですが、100室超える部屋もほぼ満室となっております。なかなかマンションのデザインをできる会社ってあんまりなかったので、その面接で話を聞いた時にやってみたいと思ったのが大きめた理由です。自分自身が考えたデザインを提案しやすい環境にありますし、それをやっぱり現場とやり取りしながら実際に立つ時まで見届けられるっていうところが設計部の一番いいところだと思っています。不動産とか本当に設計事務所ってすごい残業多いイメージなんですけれども、本当にこの会社は時間を大切にしている会社なので、その9時から6時までのパフォーマンスをしっかりすれば会社も評価してくださいますし、でその6時以降の自分の時間を使うことができるので、そこはこの会社のいいところであるかと思っています。会社の研修でモナコと南フランスとミュンヘンと実際ヨーロッパの建物を見させていただいて、それを今後の物件に反映させていただこうかと思っております。現場の品質であったり工程であったり、まあ、安全の管理を主にやっていますね、はい、最低でも2人以上現場監督で現場管理しているので、経験のある上司の方とチームでやっていることによって、1人じゃ気づかないことにも2人3人おると気づいていけるので、まあ、そういうところのミスも減らせますし、10階建てなんですけど、まあ、それぐらいの高い建物っていうのもしたことがありませんでしたし、そういうところですごく、自分のためになっているかなと思います。デザイン性の高い、高級な賃貸マンションなので、細部にまで、しっかりとこだわりがあって、そのこだわりを、しっかりと表現できるために、施工図を、かなり密に書かせていただいて、それを施工者の方々に伝えて、完成させていくっていうのが、難しい部分でもありますし、やりがいでもあります。基本的にはメインはマンションを開発なので、そのマンションの開発できる余地を探していくと。地図を出されて何坪あって、この土地のこのエリアだとどれぐらいの高さのマンションが建てれるとか、そういうのを情報を、まあ、カンペラ1枚といただいて、この土地の形だったらマンションが建つなとか、このエリアだとどちらかというとマンションよりもはその工場用地とか、そういうところの判断をしっかりできるようにならないといけない。いい情報っていうのはやっぱりすぐ買い手が見つかっちゃいますし、社内の中の人間の人らもいわば競争というか、
半日差とかそういうのもありますし、やっぱり情報を先に入手した方が勝ちという競り勝つというか、そこは大事だと思います。グループ全体での平均年齢が32歳になっていて、入社3年目以内の方の割合が今、7割近くになってます。社員の数っていうのがどんどん増えてきていて、会社全体が変化してきている中で、自ら新しい仕事にこう前向きに取り組む積極性のある方がすごく多いなっていうふうに感じてます。まあ、うちはね、その他の不動産会社とは違って、まあ、土地の取得から最初の出口までね、いろんな形で自社でできるんで、こう多岐にわたってこういろんな経験が、今の社員の皆さんには肌で実感していただいていると思うんですよね。まずは自分のスキルアップのためのだけに必死で、自分の能力アップのためだけに、ね、働いてもらいたい。で、それのツールっていうのステージは、ベーシスプロジェクト揃ってると思うので、ここで思う存分に、能力、まあ、経験積んでいただいて、で本当に一人前に不動産建築業界に精通していただけるようなプレイヤーを作れればなと思ってますね。